世界スーパーバンタム級4団体統一世界王者防衛戦12回戦3日、有明アリーナ4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥選手が3日 WBO 世界スーパーバンタム級2位の TJ ・ドヘニー選手との防衛戦に挑み7回 TKO 勝ちしました。 アリ,ア,ケアリーナ4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥選手が3日 WBO 世界スーパーバンタム級2位の DJ ドヘニー選手との防衛戦に挑み7回 TKO 勝ちしました画像バキバキに仕上がった筋肉を見せるボクシングの井上尚弥選手5月に元世界2階級制覇王者のルイス・ネリ選手との防衛戦で1回にキャリア初ダウンを食らいますが6回 TKO 勝利を収めた井上選手 1> 第1ラウンドはお互いジャブで警戒する時間が続きますが、井上選手がボディを当てるなどプレッシャーをかけます。第2ラウンド、井上選手の高速のステップインで右のストレートを浴びせるとドヘニー選手はリングから体がはみ出るほど体をのけぞらせます。第4ラウンドでドヘニー選手の得意の左フックを受けるも、第6ラウンド残り10秒でドヘニー選手をコーナーへ追い詰め、連打を食らわす井上選手。 第7ラウンド始まってすぐ、井上選手がパンチを浴びせるとドヘニー選手は腰を抑え、そのままギブアップ。井上選手の TKO 勝ちとなりました。井上選手はこの試合でプロ28戦28勝 25KO となりました。ルイス・ネリ選手との防衛戦で1回にキャリア初ダウンを食らいますが、6回 TKO 勝利を収めた井上選手。 1> 第1ラウンドはお互いジャブで警戒する時間が続きますが、井上選手がボディを当てるなどプレッシャーをかけます。第2ラウンド、井上選手の高速のステップインで右のストレートを浴びせるとドフェニー選手はリングから体がはみ出るほど体をのけぞらせます。第4ラウンドでドフェニー選手の得意の左フックを受けるも、第6ラウンド残り10秒でドエニー選手をコーナーへ追い詰め、連打を食らわす井上選手。 第7ラウンド始まってすぐ、井上選手がパンチを浴びせるとドヘニー選手は腰を押さえ、そのままギブアップ。